ある日、Kさんはファンの金髪ギャルとホテルに行ったそうです。部屋に入ると、その金髪ギャルが、これ、ウィッグなんだ、で言って、シャワーを浴びに行きました。Kさんは、ファッションでウィッグをかぶっているんだと思い、どんな髪型なんだろうと、ドキドキしながら待っていると。その子が、シャワー室から、勢いよく飛び出してきました。なんと、その子の頭はクルットゥルのスキンヘッドで、頭にリアルなムカデのタトゥーが入ってたんです。ムカデが目についても、どんなプレイをしても興奮できなかったと K さんは語った。